じゃあ、まあ一旦終わったっちゃ終わったので、まあ一応これは、本来は、値段の間にスタイルフォーム入れて、その上にね、板床材を打つ前にやるやつだけど、床はぐる予定だったけど、床はやっぱはぐりません。その思った以上に値段がですね、ありにやられてないんで、落ちるまで、落ちたらどうにかします。はい。で、それぐらい状態は、ここ、こっちはいいので、ここの部屋のは、この上にあの断熱材と増し張りやって、そんで終わりにします。なので、次は増し張り用の、まあ、この板を、ビスで打っていきます。はい、リトルです。今日はですね、まあ、見ての通り、増し張りの動画になります。主には。でまあ、今現在が7月12日になってます。で、扇風機とか止めてるんですよね。あの、座長がないって言っちゃうんで。でもこれ、クソ暑いっすね。クソ暑くて、もう汗ダラダラで喋ってますね、パソコンの前で。まあ、ちょっとさすがにきついっすね。で、現段階でまだ冷蔵庫を、入れられてないのが痛いですね。で、まあ、ツイッターでは上げてるんですけど、まあ、ようやくウッドデッキのデッキ部分を作り始めてます。そしてですね、意外とスペースないんですよ、あそこ。なんで、ウッドデッキの上にカンカンパイプで、ちょっと屋根を乗せるのか、それとも、カンカンパイプの屋根は、下に、ちゃんと地面に打ち付けるのかで、めちゃくちゃに悩んでます。はい。まあ、とにかくはですね、これ、食器棚があるところはですね、ここをリビングになる予定です。まあ、ここで、みんなが、作ったものを食べたり、なんか、談話とか、そういうことをしたらいいかなと思ってます。で、まあ、この床に関してはですね、透湿防湿シートだったかな。が、床下には一枚も入ってないんで、まあ、室内で断熱をせざるを得ないという状況になってます。はい、まあ、めんどくさいところはやっていこうかなって感じですね。ここ逃がすのがめんどくさいんで、それからやっていきますわ。今一応ですね、これ食器棚、この時まだ解体してないんですよ。で、後々分かったこととして、これ最初に食器棚を解体した上で、巻き針をした方がよっぽど楽だったっていうことに気づきましたね。だからまあ、こればっかりはですね、まあ、東四郎、生まれて初めての DIY で、ね、まだこの時はこの食器棚を使う予定ではいたんですよ。で、どういう食器棚にしたかって言ったら、食器棚をちょっと半分残して、食器棚を半分削って、そこをね、通路にしようって思ってたんですけど、まあ、鼻から全部解体した方が良かったっすね。まあ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 、しゃあないっすね。まあとにかく、でも正直な話言わせてもらえれば、今はこの食器棚ないんですけど、食器棚がない方がよほど広いという話ですね。もう暑くてしゃあないんで今扇風機回しましたけど、もうここばっかりはもう中途半端に物を残しても仕方がないんで全部吹き抜けにしちゃってますね。で問題はここにしかエアコンがないんで、このエアコンでまあどれくらい冷えるのかっていうのと、エアコンどこに持ってこうかなっていうことだけが課題ですね。まあ一応アイデアあるんですけど、そうすると、こう、エアコンの真空管につながってる管も延長しなきゃなんないかなっていう感じです。はい、まあ、めんどくさいところはやっていこうかなって感じですね。ここ逃がすのがめんどくさいんで、ちょっとそれからやっていきますわ。まあ、いくつか同じ動画編集ミスあるっぽいんですけど、まあまあまあ、忘れてください。まあ、ここは食堂ですね。ダイニングルームとリビングルームを繋げてる感じですね。まあ、この外ごもりプレイスに関しては、ここは全部立食形式にしました。
で、いろりがあった場所をいろりは復活させるとか確か書いたんですけど、そのいろりを復活させてしまうと、このハウスの家具すべてによって統一感がなくなってしまうし、やっぱりどうしてもスペースがないんですよ。土地とあと部屋の広さですね。で、どうしたいかっていうと、和床ですね。床にベタッと座るようにしちゃうと、余計あれなんですよ。狭いんですよね。だからまあ、これやめて、全部立食形式で、それなりにくつろげる何かを置こうかなって思ってます。はい。で、まあ、あとはそうですね。いろりに関しては、ちょっといろり机が作れるような気がするんで、いろり机で代用します。まあ、いろり机の方がちょっと簡単なんで、こっちにしてみようかと思います。はい、かなり間に合わせ感はあるけれども、こことここを、まあ、合うような気がするんでやってみましょうか。よっしゃ。まあ、粗いっちゃ粗いけれども、まあ、ビタで入ったっちゃ入ったので、まあ、これでリストにしていきますわ。はい、まあ、細部に関してはもう全く気にしないようにしてますね。で、特に合わせ切りに関してはもうそこまで寸法を測ってバシッとやってらんないんで、とにかくそれなりのクオリティで進んでいくっていうような感じでやってますね。とにかく進んで、まあ、やっつけてもいいから終わらせて、まあ、合ってないところは後からね、コンパネの切れっ端があるから、それを当て込んでやりゃいいやっていう感じですね。で、やっぱりその床にですね、防湿透湿シートじゃなくて100均で買った、多分あれ、まあ、コメリで100円で叩き売りされてたあれ、多分ね、マルチだと思うんですよ。で、それなりに厚みもあるから、全然冷気をシャットアウトは全然できるんですよ。まあ、その前提で、その上に断熱材を敷いて、まあ、今足張りをする。ということで、まあ、むしろ侵入とかも全然防げてはいるし、まあ、問題は、そこのビニールシートの付近に溜まる湿気かもしれないですけど、まあ、ちょっと冬場はまだここの家は進めないんで、まあ、いいかなっていう感じです。まあ、とにかく冬場は、スキー場の住み込みバイトで行きたいなと思ってるし、そういうライフスタイルを、まあ、前提で買いました、この家は。はい、まあ、そんな感じでいろいろ頑張ってます。何かしら実現したいですね。